Dear B?軽いのよ、この選手。はい、どうも、グレートでございます。ということで、本日は、ムーサ・ディティ・ディアビー選手を紹介しております。という感じで、この選手ですね。はい。という感じで、身長170センチより高い低い、利き足左、スキルムーブ4、逆足3となっています。で、この選手、まあ、大体5万5000コインぐらいでコンディションができまして、まあ、値段的にはまあまあかなっていうぐらいの選手かなと思います。という感じで、能力見ていきましょう。はい。で、能力ですね。もう見た感じは、ドリブルペースが激速。マジここら辺が圧倒的な選手なのかなという感じですね。で、特殊すべきところはですね、本当にペースの加速だったりとか、あとバランス、敏捷性、あとドリブルが、ね、非常に高い選手。やっぱここら辺が最高かな。で、ウィークポイントは、フィジカル部分だったり、あとヘディングがね、下手すぎる。こんな下手な選手いるっていうぐらい下手ですね。で、選手特産のも高速ドリブル、ドリブル打つとなっています。で、連携さえなんですけども、まあ、俺はね、デッドアイをつけました。まあ、シュートパスはね、かなり低いので、やっぱここを上げておきたいっていう感じかな。で、スカットなんですけども、フランスとね、レバークーゼンっていうところで、まじエンクンクともね、組めるので、まあ、かなり組みやすいっていう感じかな。で、置き場所なんですけども、まあ、サイドかな、基本的に。突破とね、ヘディングとかちょっと長すぎるので、まあ、サイド起用、ほんでウィンガーみたいな感じで使うのがいいかなと思います。という感じで早速映像見てみましょう。という感じで試合映像を見ていきたいと思います。じゃあね、まずは操作性から見ていきたいと思います。じゃあまず操作性のドリブルからですね。重さは非常に軽く、切り返しも軽い高速ドリブルということで、ディアビ選手ね、ドリブルクソ軽いです。マジで軽い。似てるところといえばですね、この前紹介したもうサイモン。サイモンとほぼ変わらんかな。それぐらいね、めちゃめちゃ軽い選手ではあると思うので、まあ、ブンデスでは本当に一番軽いんじゃないかなと思えるような選手かなと思いました。で、切り返しもめちゃめちゃしやすいし、で、縦の突破っていうところがね、思った以上にできるかな。多分これがね、ドリブルの能力だったりとか、敏捷性、バランスっていうところが高いおかげで、ドリブルの縦突破っていうところが非常にしやすいんだと思います。で、個人的にはね、まあ、スキル4もあるし、まだ抜きやすい選手なのかなと、個人的には思いました。で、次ですね、パスですね。どのパスも可もなく、不可もないパス精度ということで、まあ、ここに関してはね、デッドアイつけてたからかもしんないですけども、まあ、クロスもしっかり上げれるし、こういったスルーパスっていうところもしっかり上げられるので、まあまあ、普通に、なんかいろんなところにできるな、パスぐらいな感じの印象はありましたね。まあ、困ることはあんまりなかったかな。ケミでデッドアイとかつけていると、ショートパスが非常に上手くなるので、こことかね、狙ったところにジェコを狙ったんですけど、しっかりね、パスしてくれるので、まあ、そこら辺いいのかなと思いました。で、一応逆足さんではあるので、利き足左なんですけど、左出してあげる方がやっぱいいかな。まあ、右でもね、結構あるけど、まあ、普通に利き足かなと思います。で、次はですね、シュートですね。ドフリーならしっかりと決めきれるシュート精度ということで、シュートに関してはね、まあ、フリーみたいな感じのところを作れば、まあ、決まるかな。冷静さがね、思った以上に低いっていうところもあるし、まあ、抜け切ってちゃんとね、シュート打たないと、シュート精度悪くなっちゃうなーっていう印象正直受けましたね。こことかはね、まあ、逆足でもあったし、ちょっときつい部分もあったのかなと思います。なので、まあ、フリーなら、決めれるかなぐらいかなと思います。ここら辺とかご利用して決めたけどね。で、次はですね、AI ですね。高みの位置でポジションを守る AI という感じで、ここがね、サイモンと違うところかなと思っていてて、割とね、高い位置、ウィンガーとか、本当にサイドとか、あとトップとかに置いておくと、めちゃくちゃ高い位置にいてくれるので、カウンターとかしやすいとか思ったりします。で、プラスね、ラインとかね、相手のラインをどん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 下げてくれるという印象ではあるので、まあ、そこら辺はサイモンよりかは使いやすいのかな。積極性とかがね、割とね、ここら辺とかに差が出てるとは思っているので、サイモンよりかはね、使いやすい選手なのかなっていう感じかな、AI 的には。ほんと、トリガーランとかせずともね、結構ね、裏に抜けてくれる、こういう感じ抜けてくれたりとかするので、そこら辺の使いやすさはあるのかなと思いました。で、次はですね、良かったところですね、切り返しまくれる、ぬるぬる高速ドリブルということで、まあ、ドリブルは、やっぱり、軽いかな。やっぱり、ここら辺がね、やっぱいいとこだと思う。本当に切り返しまくれるので、相手がね、本当にね、来ても、切り返して、切り返して、相手をの逆を突くみたいな、ドリブルができるので、そこら辺は強いかな。デフォルトソードでそういうのができるので、かなりね、しやすい選手なのかなと思いました。ここね、よかった。
で、次はですね、悪かったとこですね。フィジカルの強さというところで、フィジカルはね、やっぱ弱いのかなと思う。サイモンより圧倒的に弱い感じはするので、まあ自分で突っ込むっていうことはあまりしない方がいいかな。切り返しとかで相手に逆をつくみたいな感じの方がいいかなと思います。はい、というわけで最終評価していきたいと思います。まずはディアビ選手でございますね。もう使った感想はもうマジあれよ。サイモンよ。もうマジサイモンです、こいつは。っていうぐらいの選手です。もうちょっとね、強ければよかったっていう感じはあるけどね、俺的には。はい。というかね、向いてる人はですね、ドリブルが軽く切り返ししやすい選手を求めてる人ですね。まあ、この選手本当にね、デフォルトの操作でもめちゃくちゃ軽い選手ではあるので、本当にドリブルはしやすい選手だなと思います。で、次ですね、後半から流れを変えるスーパーサブを求めてる人ですね。まあ、この選手ね、スーパーサブでもいけると思います。ただちょっとシュートはね、もうちょっとあれば嬉しかったんやけどっていう感じかな。で、次はですね、ブンデスのウィンガーを求めてる人ですね。まあ、ブンデスのウィンガーならこいつって感じかな、正直。全然いないからね。まあ、本当に俺はこいつかなっていう感じの印象あります。で、次ですね、向いていない人ですね。フィジカル強い選手を求めてる人ですね。フィジカルはね、ちょっとね、しんどい感じはする。サイモンよりね、やっぱ弱いので、相手ディフェンダーの横をね、すり抜けていくみたいな感じのドリブがね、しにくいのかなという感じなんですよね。そこら辺厳しいかなと思いました。で、次ですね、パスが上手い選手を求めてるですね。まあ、この選手ね、ショートパスが83ではあって、まあ、ここはできるけども、視野とかがね、ロングパスがね、全然できないんよ。だからちょっとここら辺厳しいかな。で、次ですね、競り合いできる選手を求めてる人ですね。まあ、この選手ね、競り合いも無理。ヘディングが29ではあるので、まあ、トップ起用が本当に、ね、しんどいかなっていう感じだと思います。で、ムサディアビ選手のランク付けなんですけども、俺の中ではね、まあ、サイモンより下の A マイナスかな。まあ B プラスと言ってもいいかもしれんけど。ぐらいだと思います。めっちゃ強いってわけじゃないっていう感じの印象ではありました。という感じで、ムサディアビ選手の最終評価は、星6つですという感じで、サイモンが 6.5 っていう感じで6にしました。まあね、ケミとかはね、組み合わせやすいんやけど、まあ能力的にサイモンでいいかなという印象なんよね、正直。どうしてもケミでサイモン無理って言うんだったら、ディアビかなっていう感じの印象だと思います。という感じで、この動画もし参考になれば高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でしましょう。お疲れ様です。